ね、この子もそうだけど、みずきちゃんもそうだけど、やっぱり怪我したりとか、なんか記録が伸びない、なんか怪我で記録が伸びないのとかってやっぱりすごくね、こうなんていうかへこむっていうか、自分の努力ができないわけじゃん。だからそれはすごいなんかこうね、我々からすると喉をこうもう痛めすぎるみたいな、なっちゃうから。なるほどね。ある？そういう喉を痛めすぎる。そう？喉が万全なことなんか基本ないから。嘘だよ。いや、ほんと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 。だってさ、毎日喋ってんだもん。あ、まあ、でも水木ちゃんも毎日走ってるんだもんね、そりゃ。いや、喋ってる量がさ、俺コスパ悪いから。みんなの1時間の分量、俺さ、あの大した効果もないのに1時間30分分喋るから。なんで？いや、違うの。何が違うの？なんでって言われたら、言うよ。おしゃべりが好きなの。かわいいわね、福山くん。そう、だからちょっとセーブができないところもあって。でもさ、台本忘れたら台本以外喋らないじゃん。何役で台本渡されたら台本以外喋らないじゃん。いやいや、お前さ、お前、俺普段さ、どんだけムードメーカーだと思ってる。そういうことね。俺ね、もう現場の中で、俺がいた現場と俺がいなくなった現場でどれだけ温度が違うか、わかる？これがカリスマ声優。だってみんなよくメモしておいてね、福山くんが本気で自分で言ってるから、はい、音響制作人の皆様こいつに分からせるためにも同じ現場入れてみてください。あ、ただ気になる、ちょっと僕の心配ポイントはこいつが同じ現場にいると俺喋らない可能性あります。はい、というわけで、はい、ぜひね、一緒に作品出たいです。はい、というわけでね、早速あの朗読の方行きましょうか。